上昇基調にある東京の不動産。あの街中を歩いてると、一軒家が壊されて、さら地になっているケースが非常になんか増えているような気がします。あの、建設があちこちで行われていることを目にするんですが、まあ、世帯交代が進行し、不動産会社は不動産の売却を考えている方は今がチャンス。早期売却を進めています。 まあ、東急リバブルの情報によりますとこの10年間東京のマンションは高騰宅地や戸建ても上昇基調にあると言います2010年を100とすると現在2022年のマンションは175%いやー高騰してますね。ももうう一軒家は宅地とということで、 まあえー、東京の不動産は各上昇基調にあるんですね。ですので、まあ、おじいちゃんが亡くなるとかお父さんが亡くなる、まあ、そこで世代が交代するというケースが非常になんか増えているような気がしますあちこちで、えー、今までの家が壊され更賃になっているというところを見かけますが。 そういう意味で、まあ、この東急リバブルの情報を見てみますと現在はまあ住宅ローンを低金利それから飼い主の購入可能金額キャパシティが増えて、まあ、高値売却も可能であるとそれから今後住宅ローン金利や物価の上昇が懸念されているため今後価格が維持できるかどうかは不透明とですから不動産の売却は今がチャンスということで。 不動産会社は構成を務めている感じがします。まあ皆さん、東京の不動産が今どういう状況にあるのか、この1枚の紙でわかると思います。マンションが非常に皆さんの要望が強いということですね。2010年から2022年まで175%。大変な上昇ですよね。それから、 一軒家にしても宅地にしても確実に上昇しているとこういう情報を皆さん大事に自分の人生設計を固めていただきたいと思います。